談話室吉沢。ようこそ談話室吉沢へ。俳優吉沢亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅。ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。まずはこちら。今日は何の日？吉沢亮さんの日。パチパチパチ。毎日が吉沢亮さん記念日。8月14日、過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしていきます。2010年、ザ・ゲーム・ボーイズ・フィルムショーの後半が開催されています。8月13から15ですね。2012年、仮面ライダー・フォーゼ・トークショー。こちらも12から14で開催されています。2018年、あの子のトリコ公式さんより TikTok アカウントができましたということで最初の投稿があります。吉沢さんを TikTok で見るっていうちょっと新鮮なんですね。まあ、リベンジャーズありましたけど、あとはアミューモバさんより映画銀魂2の完成披露試写会レポートの動画とレポートアップということで、むちゃくちゃ楽しいやつをむちゃくちゃひいき目線でレポートしてくれる素晴らしいアミュモバレポさんです。あとは映画ママレードボーイの DVD& ブルーレイ発売に向けて、告知インタビューなどありまして、吉沢さんインタビューからこの日は両親とのシーンについての答えなどがアップされていました。などなどこの日もいろいろありました。ご活躍でした。パチ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 。さて次は本日の吉沢さん、2022年8月14日、今日出会った吉沢さんをご報告します。テレビ番組、この間から CS も言ってみることにしちゃったので、そうすると結構あるんですけど、今日はファミリー劇場にて新解釈日本史一挙放送があって、1話から5話ですね。このうち吉沢さんは1話と3話にご出演です。テレビ CM、昨夜の情報セブンデイズニュースキャスターで、アイリスオーヤマ巨匠シリーズ2本続けて、内部清潔エアコンエアウィル巨匠のネーミング普通編と、ドラム式洗濯乾燥機アライマッスル（カッコ仮カッコ閉じ）巨匠のネーミング没編です。なんと最近もう本当に立て続けに正直者編ばかりを見続けていたので、今2020年じゃないかなと錯覚しそうになりましたが、巨匠シリーズ2本久々に見て、あ、2022年だと思いました。あとラジオ CM、ハピクロ、桃色クローバー Z のハッピークローバーで鈴木ソリオ、僕は、が可愛いロングバージョン60秒。それからオードリーさんのオールナイトニッポンで、三井住友海上、褒め合う二人シリーズ、三井住友海上といえば編、40秒が流れていました。あとですね、まだ吉沢さんの出番ではないのですが、チャンネル銀河で今週8月10日から夏空が CS 初放送ということで放送されていまして、12話の王なっちゃんを楽しみにしてるわけですけど、今日用事で普段行かないところに行ったらローソンでチャンネル銀河推しのローソンがなんかありまして、お店の前に特大ポスターでチャンネル銀河で夏空放送開始ということで夏空のポスターがありまして、久々にポスター天陽くんを見てものすごく感動しましたという報告。以上、今日も吉沢さんに出会えて幸せでした。パチ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 。さてここからは作品とお芝居について、ドラマ水球ヤンキース第7話水玉部史上最大の大ピンチびっくりマークの最後の方ですね。直也が商店街の皆さんに疑いをかけられて、で教頭に活動停止どころか廃部だと言われて、何とかしようとしている部員たちというところなんですけども、そんな中ですね、桜子ちゃんと直也が公園で話しているのを遠くから見つめる部員一同というコミカルな図、熱そうです。お疲れ様です。あと商店街の集会所で商店街の人たちに頭を下げる直也の目の前にずらりと並んだ水球部で、みんなで口々に話すんですよね。ここの私、夕日が差すのが最高だなと思ってて、もうみんなかっこいいし、すごくいい表情なんですよね。に、しんすけくんはこいつならやれるんじゃないかってそう思ったんですっていう、このセリフがすごく良くて、それまでの穏やかで可愛いお顔から出たこいつの子が思わずほとばしった感じで強くて、
もうそんなの見せられたら商店街のおばちゃんたち、イチコロだと、イチコロって久々に聞きましたけど、イチコロだなというぐらいの良さです。あとね、頭の下げ方気持ちいいし、あの真犯人じゃないという証言が出まして、もう嬉しそうな、しんすけくんが素直に嬉しい。みんなすごく素直な表情で、なんかいい子たちだなーっていう気がすごくします。で、最後の方、エンジンですよ、エンジン。吉沢さんのエンジン最高ですよね。サインで最初に見たんですけど、エンジンを下から撮るという、あの古き良きテレビドラマの手法なんですが、これはね、絶対に継承して良い文化だと思います。ここの水球でもエンジンの真下からのカメラ、ありがとうございます。という感じですね。で、商店街の皆さんが乗り込んできて、あの、素直にビビる猫背な吉沢慎介くんが最高ですよ。こういう時のね、あの、昨日も言いましたけど、的確なリアクションが素晴らしい。で、差し入れをもらって、ありがとうございますって若者らしい首のすくめ方と笑顔がまたもうキュンキュンで、これは本当にまた商店街のおばちゃんたち一頃っていうか、この可愛い子見るために来たでしょうって、私ならそれで行くよっていうぐらいの商店街のおばちゃん目線になって見てしまう若者たち、キラキラでした。はい。というところで今日はここまで。明日は第8話行きたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。